ですね、やっぱりひまわりの曲はどんな女の子がこうどんな大変なことがあってもそれを乗り越えて頑張っていこうっていう内容だから、私たちもなんかそういう女の子になってなんかね、こう大変なことがあっても頑張るぜ頑張るぜ頑張るぞっていう気持ちでなんか、うん、頑張って歌ったし、 TBS のドラマ幸せになりたいのドラマのタイアップになってやっぱりみんなに幸せをあげたいなって思って、なんかそういう気持ちを込めて歌いました。ラブアクセルは80年代のディスコがバックにいて、なんかこう初めて聴いたいと思う、すごくノリノリで楽しめる曲だと思うし、一人一人の個人パートがあって一人の声の個性がよく出た曲だと思いますから、多分そっちの方も、うん、聴きどころだと思います。そうですね、やっぱり韓国もひまわりの花はなんか前向きのイメージなんで、強い意志かな、うん、なんかこう前向きで頑張るぞっていう気持ちが一番最初にこうね、ね、食べ物ではやっぱりイクラは無理だなと思いました。イクラとかうなぎとかちょっと生物の中でちょっとね、いけないものがちょっとありますよね。やっぱり友達あたりなんか両親と一緒にご飯食べに行ったり、暇な日はうちで寝ますよね、はい、プライベートの時間がたくさんあった時には日本のマネージャーさんとなんか日本のあちこち行ったり、最近はスケジュールがたくさんあってよく行ってないんですけど、日本でもね暇な日はよく寝るかな寝たり気持ち悪いよみんな二人でこう見てるそうですね寝るの大好きなんで、こうお尻がこう座れる場所にはなんか大体寝ます。そうですねないんじゃないよ。シュガーのみんなもそうだし、食べ物大好きだから、なんか食べなくてなんかこう体を形をこう管理したりそういうものはやらなくて、なんかこう腹筋とかこうストレッチングとか簡単な運動だけしていつやること見せない見ないところで見せやったよ、見ないところでやってない、はい、あんまりないかな、みんなうまいだからね。メガネが似合うとこ似合う、うん、でも言って性格、性格悪い悪いっていうな、ね、貯金あんまやってないんだけど日記書くこと何でもいい、あ、多分、まあ、いいことかわからないんですけど、あ、分かったよなんかみんなになんかこう真面目だって言われるんですよ、言われて早く寝たり本読んだりそういうことかな、ちょっと落ち着いたところがちょっと勝てます以上、シュガーのスチンでした。